こんにちは。杉尾公園インスタライブのお時間です、はい、本日は営業部の豊島と企画部の前田でお届けいたします。最後までご視聴よろしくお願いします。はい、先週の配信で、はいはい、私のミツバチの動中継見ていただけましたか？はい、体を張ってちょっと撮ったんですけど、元気でしたよね。元気でした。ほら、蜂蜜食べてるんで、はい、元気なんですけど、はい、その後に前田さんが、はい、細密、あ、そうですね、ちょうど前回の動画でもお伝えしたんですけど、はい、来週あたりに細密が始まったら細密動画をお届けしますって言ってたと思うんですけど、はい、幸運にも先週の土曜日ですかね、はい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 、先週の土曜日天気が良かったので、はいはい、細密がバッチリできましたので、はい、その動画を撮ってきたので、はい、皆さんにちょっと見ていただこうと思います。はい、早速ですけれども、はい、マスキ熊本で、ね、細密があったんですよね。こちらですね。はい、こちらです。ここマスキですか？そうです、最初下の方に見えるのが、はい、レンゲのお花なんですけど、レンゲの花、はい、わかりますかね。はい、でその上の方に巣箱が置いてありまして、ハチさんたちがどんどん取りに行って、はい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 、レンゲの細密が今行われている風景をお伝えしていきますね。天気もいいですね。そうですよ、絶好の、私は朝6時に出勤して、はい、そうなんですよ、でも僕は朝が早いんですよね。そうなんですよ、ハチさんたちにですね、はい、合わせなきゃいけないですからね。はい、久々に早くしました。はい、たくさん撮ってきてますので、まずはそちらを見ていきましょう。はい、はい、そしてここの最初細密するときは、はい、巣箱の中をこう開けるんですけど、はい、その様子がありますかね。お、そう、これ今開いた後の様子です。すごいですね、ハチさんたちが元気いっぱいです。はい、ちょっと怒ってました。怒ってました撮らないでって言ってました。いやー、もう臨場感もあるですね。はい、あれですか、前田さんも着られたんですか、両方の。そうですよ、もうちょっと繋ぎ着て、はいはいはい、綿布っていうか、何ですか、綿布っていうんですけど、はいはい、あ、ちょうど映ってますね。そうです。で、はい、この細密するにあたって、はい、この蜜が入ってる板をこう取らないと、はい、巣箱の中から取らないといけないんですけど、今取ってる様子ですね。で、ハチさんも今こう落としてます。はいはいはい。で、おとなしくするためには煙、そうですね、燻煙器でですね、はい、蜜蜂たちを、おとなしくするために燻煙器も、煙はその燻煙器ですね、から出てる煙です。煙をかけるとちょっと蜜蜂さんたちがおとなしくなって、はいはい、でそのままですね、はい。そしてこれをトラックの方に巣箱ごと運んでいくんですけど、蜜がたっぷり入ってるのがわかりますか？見ててくださいね。はい、でここから蜜蓋を取るんですけど、お、見てください、この包丁さばき。うわー、すごい、すごい美味しそうな蜂蜜がたっぷり。このまま遠心針がかけてしまうと、はい、蜜が全然出てこないんですよ。なので今こういうふうに蓋を外して、ね、はい、切っていきましたね。そしたら蜂蜜が取りやすくなります。はい、はい、でそうですね、蜜蓋の役割としてはもうあれですよね、はい、完熟蜂蜜になると蜜蜂たちが、はい、そうです、蜜蓋をするんですよね。そうなんですよ、ちょうど 80% になると今の蜜蓋をしてくれます。はい、そしてその蜜蓋を外したものをこうやって遠心分離器の中に入れていくんですけれども、はい、こちらの様子ですね。この丸いのが遠心分離器です。はい、蜜を取るためのですね、機械になりますね。こうやって1枚ずつ入っていって、で、このまま入れ続けていくと回すんですけど、はい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 、その後また反対回りにして、はい、蜜をきちんと最後まで落としていきます。回ってます。いいですね、結構早いですね。洗濯機ぐらい回ってます。あ、はい、いやいい感じで、いい感じで、はい、そして取れたのが、その後、はい、下から蜂蜜が、うわー、こんな感じで取れたての蜂蜜がもう美味しそう。はい、でこれちょっと今蜜蜂と一緒にちょっとさっきの残りのカスも一緒に出てきてるんですけど、はい、それをその後ろ過して、はい、でこんな感じの綺麗な純粋な蜂蜜が出来上がるという感じになってます。はい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 、これ前田さん食べられたんですか？いや、これはですね、はい、ちょっと私蜂が怖くて綿布を外せなくて、もういっぱい飲んでたから、はい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 、食べれなかったんですけど、はいはいはい、食べたいなと思って。いやー、もういい動画を前田さん体張っていただいてありがとうございます。はい、まあこれからもですね、はい、こういう細密の動画、そうですね、まあ、これから次みかんとか野バラとかも始まっていきますので、はい、また皆さんに臨場感あふれる動画をお届けしていきます。はい、はい、楽しみにしておいてください。
そしてあの、まあ、今ミツバチたちのがいっぱい映ってたんですけど、はい、あの巣箱の中にちょっと映りましたよね、はい、巣箱の中映ったんですけど、あの何種類のミツバチがいるか、あの皆さんご存知ですか。ミツバチに種類ってあるのってまず思われる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、で知ってる人でもん2種類かなって、うんうんうん、はい、2種類はなんか聞いたことあるお客様いらっしゃると思うんですけど、そうですね、実は3種類です。3種類いるんですよ、はい、その動画をちょっと見てもらっていいですか、はい、まず1種類目がですね、はい、こちらですね、はい、働き蜂という、はい、働き蜂ですね、はい、女の子の蜂がいます、はい、働き蜂ですかね、はい、そして続いてあ、この青いのがオス蜂ですね、で下にいたのが女王蜂ですね、はい、もう一回ちょっと流してもらっていいですか、これが働き蜂です、で下がこれが女王蜂、はい、ちょっと大きいですね、大きいですね、サイズも、そしてあまり見ることがないのがこのオスバチですね、はい、このオスは働きバチよりも大きいんですが、女王バチよりはちっちゃいんですよね、はいはい、じゃあ大きさの順で言うなら女王バチ、オスバチ、働きバチの順ということですね、はい、この3種類のミツバチたちでこの巣箱の中は成り立っております、はい、はい、で今日はですね、ちょっとあのこの3種類のミツバチたちが、はい、この巣箱の中で何をやってるかっていうのを説明をちょっとやっていきたいと思います、はい、それぞれの役割を、ね、役割ですね、はい、じゃあまず女王バチからお願いします、はい、もう女王バチ、皆様も女王バチはちょっと聞いたことがあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、女王バチはもう何て言うの、巣の中のリーダーですよね、そうですね、はい、巣の中に1匹しかいません、そうです、2万匹くらいいるんですけど、はい、その中のお母さんですね、はい、はい、もうみんなのお母さんです、うん、はい、主な仕事と、もう仕事といえば、子供を産んでいく、はい、あの産卵ですよね、そうですね、はい、毎日毎日卵を産んでいます、そうなんです、しかもその数がすごくびっくりすると思うんですけど、産卵期は1日に2000個、そうなんです、2000個って皆さんあの考えられますか、2000個はですね、大体、はい、女王蜂の体重と同じ重さの量を、はいはいはい、体重ぐらいをもう産んでいく、毎日ですよ、毎日っていうぐらいもうやっぱり女王蜂、はい、体力がいる、体力がいる、もう毎日産卵して体力がいるんですけど、それを可能にしているのが女王蜂だけの餌、うん、特別食、特別食、ローヤルゼリーですよね、うん、はい、このローヤルゼリーは、まあ、別にパーフェクトフード、スーパーフードとも呼ばれております、それを食べることによって、はい、それぐらいの体力が毎日毎日続いているということですよね、はい、プラスさっきあのサイズの話もしましたけど、はい、一番サイズが大きいのが女王蜂でしたよね、うん、これもローヤルゼリーのおかげでサイズも大きくなっております、はい、はい、寿命もですね、寿命も、ミツバチたちがあの働きますからね、はい、が30日に比べて女王蜂が約2年、うん、はい、全然寿命も違うんですよね、はい、それだけすごいから分かると思います、それがローヤルゼリーなんですけど、もちろん杉養蜂園のお店でもローヤルゼリーの商品はたくさん取り扱っております、はい、あのローヤルゼリーちょっと話すんですよ、長くなりますね、すごくちょっと長くなりますので、はい、はい、またあのこれからの配信でローヤルゼリーの特集をやっていきたいと思いますので、はい、そちらはまたお楽しみに、はい、しておいてください、はい、では2種類目ですね、働き蜂について、働き蜂について説明します、あの働き蜂は、うん、もうあの一番皆さんが見てるんです、あの飛んでる蜜蜂は全部働き蜂、これの花とかによくいるのはもう絶対に働き蜂、はい、働き蜂ですよね、はい、でその働き蜂は実は全部メスなんですよね、そうです、全部女の子が蜂蜜を取りに行って家族を持って家に帰ってくれたり、そうなんです、はい、だからの巣箱の中は、まあ、お母さん女王蜂がいて働き蜂がいっぱいいて、うん、だから女性の社会といって、そうですね、ですね、で女王蜂はやっぱりもうずっと卵を産んでるわけですから、うん、外には絶対に出ません、はい、で、ミツバチたち、その働き蜂がもう全ての仕事をすると言っても過言じゃないんです、そうなんですよ、はい、例えば仕事の中では、はい、今見てもらったように蜜を集める、そうですね、はい、食べ物、みんなの食べ物を集める、だったり花粉を集める、はい、花粉も食料ですね、はい、集めてきます、はい、だったり、例えば外敵、外から敵がやってきた時に、はい、例えばスズメバチとか、そうですね、はい、結構ミツバチのこと食べるんですけど、はい、そのミツバチがの巣にこう、はい、スズメバチが来た時に、うん、
見張り番って言って、こう偵察部隊、ね、はいはいはい、その場所が来たよってみんなに教える役割とかがあるんですよ。そうですね、それも働き待ち、はい、働き待ちです、はい、で家の中の清掃、巣箱の中の清掃も働き待ち、働き待ちです、はい、赤ちゃんの生まれてきた子育ても働き待ちですね。あの全部働き待ちがやってるんですよ、実は。はい、だからもう働き待ちがいないと巣の中は成り立たないぐらいですね。はい、はい、働き待ちがすごく頑張っております。はい、はい、そして今はいっぱい仕事しましたけど、2人でやりましたよね、はい、この2人で成り立つじゃんって思うと思うんですけど、はい、3匹目がオスバチですね。はい、オスバチがいます。はい、で今仕事いっぱい言ったんですけど、うん、オスバチの仕事は1つしかないんですよね。はい、そうですね、もう一つ、はい、なのが、あの女王蜂の交尾ですね、はいはい、をするためだけにオス蜂はいるんですよ、はい、でなんか仕事しないのと、採蜜をしたいとか、うん、子育てしたいとか、そういうのはですね、実はちょっと男の、私も男なんです、はい、心苦しいんですけど、それはないんです、仕事はしないんですよ。交尾だけで、餌もですね、これちょっとどうやって、ね、食べてるかって思うんですけど、あの働き蜂たちが集めてきた餌を食べます。そうなんです。巣箱の中で食べるだけです。せっかく集めてきた。そうなんですよ。オス蜂は働きもしないで、はい、それを食べるんですよ。もう交尾のためだけにいるのが働き蜂の、オス蜂なので、なのであの巣箱の中あんまり出ない、全く出ないので、はい、皆さんがあまり見かけないのはそのせいです、ね、はい、その理由で、はい、もうオス蜂見かけることはほぼないと思います。はい、なので蜂なんですけど、あの働き蜂と違って、うん、オス蜂はあの針もあります。そうなんです。だからその天敵を倒したり、ね、攻撃したりすることもします。しますね。そうなんですよ。なのでオス蜂は実はあの交尾が終わった後っていうのは、まあ、ちょっと仕事がもうなくなったという意味で、ちょっともう働き蜂の方から巣を出されたりとか、追い出される。オス蜂も中にはいるみたいです。そうなんですよ。はい、そうなんですよね。そうですね。はい。っていうのがミツバチたちのこの巣箱の世界ですね。はい。はい、これが女王蜂と働き蜂と、そしてオス蜂の紹介でした。はい。はい、そして前田さんからここでですね。はい。はい、ではミツバチについてちょっと皆さんにクイズを出していきたいと思います。はい、ミツバチが一生分で集めてくる蜂蜜の量はどれぐらいだと思いますか？1匹ですよ。1匹一生かけて集めてくる量ですね、はい、そうですね。でもあのさっき動画で蜜が結構ジャーって流れてた、いい感じにいっぱい出てきたんで、はい、だからあれを感じるとなんか意外と取ってくるんじゃないのかなとか思われる方もいると思います。意外と、はい、だって量が多いのかもしれないですね。巣箱パンパンにですね、はい、水がぎっしり削ぎ落とすぐらい入ってたってことは、ね、何が来てますかね。来てますか。あ、コップ1杯。コップ1杯ですね。まあ多分これぐらいのコップですかね。はいはいはい、小さじ1杯。小さじ1杯。はいはいはい。いい線いってますね。いい線いってますよ。じゃあ正解を言いますね。大さじ1も来ました。大さじ1。ありがとうございます。大さじ1杯。いい線いってますね。正解はですね、はい、ティースプーン1杯なんですよ。そうなんですよ。ティースプーン、ちっちゃいティースプーン。はい、あれ1杯しかですね。水菓子は一生涯です。そうなんですよ。そうなんですよ。なのでとっても貴重ですよね。そうなので、蜂蜜がとっても貴重。なんかこんな 500g っていう蜂蜜の商品ありますけど、はい、もうこれはとってもミツバチさんたちが頑張ったということですね。そうですね。もう貴重な蜂蜜なので、はい、もう皆様も食べられるときはやっぱりですね、ちょっと味わって、そうですね、美味しくですね、食べてもらいたいですね。はい。はい。そして、今こちらにたくさん、うん、今7種類ですかね、蜂蜜、ね、はい、たくさん並んでるんですけど、蜂蜜、はい、にもたくさん種類があります、はい、こちらが現在、はい、杉山さんで販売している蜂蜜になるんですけど、はいはい、こちら見ての通り、はい、色が全然違うの分かりますか？分かりやすいです。今分かりますかね。形が濃いめ、濃いめです。これがちょっと薄めで、はい、でこれがちょっと濃いめ、はい、ちょっとこういう感じ、はい、色も味わいも、色が違うだけじゃなくて味も香りも全然違いますよね。そうなんですよ、はい、なのでちょっと今日はここで伝わるかわからないですけど、はい、もう私と前田さんで、はい、食べて、はい、どっちが食レポうまいかと、いや、そうじゃなくて、伝わるように、
はい、やっていきたいと思いますので、はい、じゃあ私からですね、はい、はい、こちらの方からお願いします、はい、まずはこちら一番私はこれですね、こちらのローズマリーとこちらラベンダーを入れていきたいと思います。はい、はい、でこちらはですね結構あの香り独特香りに個性のそうですね、はい、蜂蜜です。やっぱこちらの何でしたっけ、ローズマリーとローズマリーラベンダーはあの、はい、ハーブ系のお花ですよね。そうですね、はい、では結構香りがいいんですよね。はい、ではいただきますね。どうぞ。まずはこちらのローズマリーから。あ、ローズマリー、うん、やっぱり香りが独特で、うん、ローズマリーの花、ふわっとふわっと、すいません。ちょっとですね、はい、動画の接続の関係でちょっと止まってしまいましたけど、ね、皆様映ってますか？あ、来てますね。皆様映ってますか？はい、すみません。はい、すみません。ちょっと今、ちょうどローズマリーとラベンダーを試食したところですね。はい。はい、ちょっと途中になっちゃったんですけど、はい、こちらの味わい、舌触りとかは一緒です。うん、なんですけど、あとはどっちの花の香りが好きかなっていう感じで選んでいただけるといいと思います。で、こちらの香りが強いので、うん、コーヒーのお砂糖代わり、あ、紅茶もありますね。紅茶もあります。コーヒー、紅茶のお砂糖代わりだったり、あとはチーズとかにも、うん、そうですね、合いますね、はい、なのでそちらをよく食べられたりとか、あの、飲まれたりする方はぜひこのラベンダーとローズマリー使ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、では続いてですね、お隣のこちら健やか蜂蜜になります。はい、でこの健やか蜂蜜は、うんうん、あの杉陽公園オリジナルの蜂蜜 で、 そうです、オリジナルのブレンドした蜂蜜になります、はい、アカシア、ハンガリーのアカシアとカナダの菜の花蜜、うん、こちらをブレンドした杉陽公園オリジナルの蜂蜜になります。はい、では試食していきたいと思います。はい、そうですね、結構アカシアはさっぱり系で、はいはいはい、菜の花がこってり系なので、はいはいはい、それを2つ合わせることによって、うん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 、とってもちょうどいい感じに、はい、皆さんの絶対みんなが好きなようなお味になってます。食べる前に全部言っていただきましたね。いただきます。どうぞ。うん、あの前田さんが言われたみたいに、うん、すごく食べやすいです。ですよね、うん、食べやすいし、なんか馴染みのある一番蜂蜜じゃないですかね、うん、普段皆さんが食べられてる、だからお子様だったり、はい、っていう人 も、 もうお子様も絶対お好きな蜂蜜だと思います。はい、では私最後ですね、で最後はこちらクローバーになります。はい、クローバーもそこら辺にいっぱい咲いてますよね。そうですよね。なのでそのクローバーの蜂蜜になります。はい、いきます。はい、色は少し薄い感じぐらいですかね。そうですね。はい、ではいただきます。うん、あの、あっさりしてます。あ、本当ですか。意外とあっさりしてて、香りもそんなに強くはないですね。うん、そうですね、はい、なので結構あっさりしたり、あの、まあ、あまり香りが強いのは苦手だよっていうお客様はこのクローバーの蜂蜜、すごくおすすめですよ。はい、はい、伝わったら難しいですね。難しいですね。じゃあ私はこちらの方からはい、お願いします。では皆さん、もう有名でご存知の方が多いと思うんですけど、マヌカミツの方を食べていきたいと思います。ね、健康を考えられている方はマヌカミツすごくおすすめですよ。そうですね、はい、いきます。どうですか。うん、もうマヌカミツはやっぱり濃厚でコクがあって、はい、とても美味しいですよね。はい、もうこれは守る力を高めたい方にも本当におすすめです。はいはいはい、そうですね、はい、こちらマヌカミツの詳しい動画をですね、前回配信してますので、うんうん、皆さん気になる方はそちらの方もぜひチェックしてみてください。はい、はい、そしてこの隣のちょっとこの色が黒目の黒目のジャラミツっていうお花なんです、あ、お花から取れた蜜なんですけど、はい、こちらも今マヌカハニーと同じぐらい注目されている蜂蜜なんですよね。では早速食べてみたいと思います。色やっぱり濃いですよね。そうですね、他のと比べるともう結構黒に近いですね。福島さんが食べたのに比べるとだいぶもうだいぶ黒いです。いただきます。はい、この中で一番黒いんじゃないですか。うん、なんかどうですか。結構強い。どうですか。味は美味しいです。はい、なんかこれはどちらかというと、うん、黒蜜、黒蜜に近いような味わいで、うん、なんだろう、きな粉とかともとっても相性がいいと思いますし、はい、お餅なんか和風な、はいはい、お餅でもお団子でも、うん、なんかとてもいいと思います。はい、はい、体の中からきれいにしてくれる蜂蜜なので、はい、はい、おすすめですよね。いいと思います。はい、
じゃあ最後ですね、私はこちらの菜の花蜜をいただきたいと思います。はい、この蜂蜜の中では一番薄い、そうですね、この黄色ですね、本当綺麗な色です、いただきます。はい、うん、これは多分皆さんが想像している蜂蜜の味はもうこれだと思う、菜の花蜜、はい、もう本当癖がなくて、やっぱり朝ごはんですね、パンになったりヨーグルトになったりお料理になったり何でも合いそうなお味で、とても皆さん一番おすすめです。はい、そしてこちら菜の花蜜はあの大きいサイズの1キロサイズもありますので、はい、例えば家で梅だったり生姜だったり、レモン、蜂蜜漬けをされる方は、ね、こちらあのすごい人気の蜂蜜ですよね。はい、もう今から梅なんてシーズンが来ますので、はい、いいと思います。はい、ぜひ菜の花蜜使ってみてください。はい、はい、まあ、たくさん蜂蜜ありますけど、はい、こちら、はい、店舗の方でちょっと私たちちょっと難しいですね、食レポが難しかったんですけど、はい、まあ、伝わって分かんなかったんですけど、やっぱそれでもちょっと分かんなかったという方はお店で、はい、ぜひこちら全部お試しができますので、はい、ぜひゴールデンウィークにでもお店の方に、そうですね、はい、遊びに行かれてください。もう杉陽公園70店舗以上ありますので、はい、なんかちょっと蜂蜜食べたいなとか思ったら、お気軽にも店舗の方に遊びに来てください。今みたいなの蜂蜜の食べ比べをすることで、あの好きな蜂蜜もですね、そうですよね、見つかると、はい、あ、こういうのが好きだったんだとか、はい、薄いのが好みだったんだなとか、はい、いい香りがするとか、はい、あると思いますので、ぜひ楽しみに来てください。はい、そしてあの私はあの、まあ、今全国店舗あるんですけど、うん、そのあの先週あの愛媛の方に行ってきまして、あ、そちらに行きましたよね、道後温泉店、愛媛にあるんですけど、はい、あの道後温泉っていうのは温泉が有名なところですね。これは道後商店街というところの入り口になります。はい、はい、でそちらの近くにはですね、あの道後商店街の近くには例えばこの足湯があったり、温泉地ならでは、うん、はい、今ちょっと画像ではですね、あの人映ってないんですけど、あの昼間とかあと夕方っていうのは結構人も多くて、うん、無料で足湯をすることができるところですね。はい、はい、っていうところの、まあ、目安あの目印になりますので、うんうん、そこの商店街から歩いて約3分ほどですね、近いですね、近いですね、あの歩いて3分ぐらいのところのこちら道後温泉店もありますので、あの温泉地なのでお風呂に入ったりとか、はい、ポカポカしてる時に足湯をしたりとかした後に、うん、ぜひあの次をごめん自慢のソフトクリームとか、はい、あと蜂蜜ドリンクですね、そうですね、はい、もう食べながらこのエネルギーチャージをし て、はい、食べ歩きをたくさん楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、もうゴールデンウィークですね、うん、いっぱい店舗ありますので杉陽公園ですね、ぜひ皆様あのお近くに来られた方はぜひ遊びに来ていただけると、はいはい、すごく嬉しいです。はい、はい、石田さんはちなみにゴールデンウィークはどちらに行かれるんですか。はい、私は鎌倉の方に行きます。鎌倉の方に、はい、はい、じゃあ前田さんは。あ、私はですね熊本城のお店、はい、あの城西園というお店があるんですけど、はい、そちらの方で蜂蜜を販売してますので、皆さんよかったら遊びに来てください。はい、もし見かけてあいるなと思ったら声かけてください。はい、お待ちしております。はい、はい、それではこちらの蜂蜜の商品の購入の方法を前田さんお願いします。はい、こちらのご購入方法は、インスタグラムのプロフィールにリンクを貼ってますので、そちらからあのショッピングサイトに飛んでいただいて、あのカテゴリーのページから飛んでいただくと蜂蜜ができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、いつもお待ちしております。はい、はい、コメントありますか。ないですかね。顔文字いただいてありがとうございます。ありがとうございます。もうなんかお気軽になんか蜂蜜の疑問とかあれば、はい、はい、もうなるべくですね、うん、この配信中に答えていきたいと思いますので、はい、あのぜひお気軽にコメントをしていってください。はい、はい、ありがとうございます。そしてあの途中ですねちょっと配信終わっちゃったんですね、うん、そうですね、はい、すみません、ちょっと切れてしまって、はい、途中からの配信になりましたが、はい、見てくださった皆さん、はい、ありがとうございました。はい、それでは来週はまた水曜日の2時からですね、はい、はい、こちらの方で配信していきますので、ぜひ来週も楽しみにしておいてください。はい、本日の配信が面白かった方はいいねとフォローの方をよろしくお願いします。それでは、また来週。私たちが取りました美味しい蜂蜜、どうぞ。